の世界にね、現実の人が登場するとかなりワクワクするもんですからね。はい、それも今政治家ですからね。そうなの、ね、いやいや、それがね、うん、例えばね、今で言うとね、はい、タイガー・ウッズとの対決とかで夢膨らみます、うん。大橋巨星夫婦がね、違うでしょ、ちびっこに対して。違うんですよ。これね、プロゴルファーされてるね、ミスター X というね、うん、悪の影のゴルファーたちをね、うん、まとめてるものすごい悪い奴がいるんですよ。はい。そう、賭けゴルフだけでね、うん、莫大な富を得ようとしてる。そいつを倒すためにね、言うたゴルフをやってるわけですよ。うん、ところが、このプロゴルファー猿というのは非常に人気がある漫画でアニメでして、当時。うん、ね、製品化とかいろいろキャラクターグッズが出てたんですよ。はい、それで出てた CM でですね、うん、ある一つ、目薬の CM があったんですよ。はい、まあ、ローと子供ソフトっていうね、そうなんですけど、その CM で、その CM にもそのミスター X が乗り込んできてですね、うん、猿、今日は泳ぎで勝負いたら、果敢にも猿は、よっしゃーってプールを泳ぐって受けて立つん。おこの度胸。僕もこの CM 覚えてますね。はい、この度胸誰やすごいでしょ、はい、うん。得意なゴルフだけなくて水泳勝負も受けて立つんですよ、猿は。そら、子供ソフトやねんから、はい、プールの後目薬しましたが、そらプールのだけじゃないですか、はい、そんなもん。それに比べて、このね、コナンはね、はい、あと面白いじゃないですか。その、ギャグ的にも面白いじゃないですか。お例えば。こう、何百メートルいうか何十メートル上の、はい、ね、うんとビルから飛び降りて、はい、あ、やばい、もう、どうにかなるって言った時に、着地した瞬間、足の裏からね、しびれがビリ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 、髪の先までビリってなる。はい、ね、大笑いしました、僕、日曜日の朝。いや、でもね、そのね、飛び降りる前に言う一言が良くない。何が良くないんですか？こうね、主人公やったら、やっぱ猿とかやったらそういう時はね、行くぜーとか言ってくれると思うんですよ。この未来少年コナンはね、はい、カーボソイ声で、飛ぶっていうだけなんですよ、これ。そうですね、はい。ラナがあんまり絡まないときは結構ボソボソタイプですからね。はい、いいじゃないですか。飛行機の屋根を走るときもね、はい、走るって言うんですよ。パワーないんですよ。それは、高いとか飛び降りるのにね、はい、飛ぶって言うたらね、はい、情けないじゃないですか。飛ぶって言った方がね、うん、いいんですよ。あとね、これだけは続くまいと思ってたんですけどね、うん、のび太と一緒の声なんですよ。ああ、それは、それは、それはいいでしょ。そうなんです。それ関係ないでしょ。あとね、今日は裸足対決でしょ。そうです。裸足の必然性がないんですよ。うん。ゴロゴロ猿っていうのは裸足、それか芝の目を読むんですよ。うん。パッドの目とかね。うん。グリーン。コナンもありますよ。裸足のおかげで、ごっついでかい、はい、高いビルの、はい。雨露をしのぐ問いとかに、親指と人差し指で足挟むとかがあるじゃないですか。はい、確かにコナンはね、うん、足も手のように動きますからね、足の指も。ほんでね、コナンはちょっとね、ファッションセンスがない。茶色の半ズボンに、薄茶色のランニングシャツなんですよ、これ。それに比べて猿はね、はい、緑と、オレンジのボーダー T シャツ。極彩色ですね、はい今はい。今時のクラブキッズですよ、あいつは。おかしいよ。おかしいですか？何がおかしいんですか？いやいや、絶対もうコナンなんですよ。あ、そうですか。もうそろそろ時間ということなんでね、それぞれ、じゃあ、はい、あ、まあ、これだけは言っておきたいというのがあれば、うん、どちらからでもよろしいんで、はい、言っていただけますでしょうか？うん。うん。じゃあ、今日は言うていいんですか？はい、いいですよ。猿は最低です。技がかっこ悪いです。旗包みは100歩ずついいとしても、モズ落としっていう、なんか、ダサいです。ダサい。ダサい、うん。なるほど。はい。じゃあ、僕もこれだけは言っておきます。はい。未来少年コナンに出てくるラナは、うん、あれ、リンリンとランラのコスプレです、あいつは。確かに似てますね、はい。これだけ言ってきます、うん。はい。よろしいですか、はい、もう。もう時間がしますよ。はい。あ、はい、うわ、あと1万個言いたかった。うわ、俺あと1万1個言いたかった。毎回同じ。ねえ、数字変えるとかなんかしたらいいのに。はい。先週も1万個でしたね。そうですね。うん。だらし1億個で。それでは判定を行いましょう、うん。判定はジャッジの竹若さん、私中村、そしてスタッフの3人によって行います。うんうん、さあ、参りましょう。それでは、判定です。で剣道小林、バッファロー五郎木村、剣道小林ということで、勝者剣道小林何がやねん、こんなもん。勝ちは勝ちですよ。やはりね、うん、はい、これは結構そういう壮大な物語になってるじゃないですか。うん、はいはい、今もね、まあ大人になった猿が続いてるっていう。はい。はい、そういうなんかこう、そこだけで終わっていない。そうなんです。この無限の広がりを僕は押しましたね。はい。うん、一方、中村アナは。中村アナは木村さんあげたんですよね。はい。やっぱり裸足対決やったら、ちょっと、はい、
猿毛深くてあんま綺麗じゃないかな。いや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 、猿もこの前からツルツルですよ。あいつも子供の金玉ですよ。そんな、そうなんですか、はい、でもズボンがちょっとギザギザになっててワイルドっぽい。もみあげがちょっと濃いとかいろいろある。もみあげ濃いから体毛も濃いと思ってました。あと目ギロギロしてる。しばしってますからね。残念でしたね。こんな応援してたんですけれども、ね、はい、さあそれではその、まあ、勝利を祝しまして主題歌を聞きましょう、うん、プロゴルファー猿夢を勝ち取ろう、水木一郎さんが歌っています。わいは猿や、プロゴルファー猿や。スルムジ風マウチグランドで狙うは君のターゲット、大地を掴む両足と星をつなぐ両腕に命をかけたこの一打、白いボールよ、きっと思えよ、飛べ早く強く高く、飛べ早く強く高く、雲先嵐を呼んで、夢を夢を光るフェアウェイ、狙うはあの旗あのカップ、